水原修王氏、水原修王氏、水原修王氏、1892年、明治25年10月9日から1981年、昭和56年7月17日は、日本の廃人、医師、医学博士、修王氏とも表記する。本名は、水原豊。松根東洋城、ついで、高浜巨子に指示。短歌に学んだ名簿で、助長的な工夫で、 ホトトギスに新風を吹き込んだが、客観者性の理念に飽きたらなくなり、同志より反、廃談に反、ホトトギスを旗印とする、信仰俳句運動が起こるきっかけを作った。足火主催。別号に、旧憩。東京市神楽猿学長。現、東京都千代田区神田猿学長に、代々産婦人科を経営する病院の家庭に生まれる。父、進む、母。 春子の長男、ドイツ学協会学校、現在の独協中学校、高等学校、第一高等学校を経て1914年に東京帝国大学医学部へ入学。結成科学研究室を経て1918年同医学部、卒業。1919年、吉田静と結婚。1928年に、昭和医学専門学校、現。 昭和大学の初代産婦人科学教授となり、講義では産科学を担当、1941年まで務めた。また、家業の病院も継ぎ、区内小人医療ご用係として、多くの皇族の子供を取り上げた。1918年、高浜巨師の進むべき俳句の道を読んで俳句に興味を持ち、ホトトギスを講読。1919年、 結成科学教室の先輩に誘われ、医学部出身者からなる、木の目会参加、静かの号で俳句を作る。同会に、渋垣の関係者が多かったことから、渋垣にトークし、松根東洋城に指示。ついで、高浜巨子のホトトギツにも、トークを始める。1920年、短歌を、久保田ウツボに指示、朝の光に短歌を投稿する。 1921年より、ホトトギスの霊会に出席し、挙手から直接の指導を受ける。1922年、富安風生、山口聖子、山口聖孫らと、東大俳句会を再興。佐々木彩香主催の浜弓同任。1924年、ホトトギス課題選者に就任。1928年、自身の提案で、浜弓を足火に、解大。 後に主催となる。1929年、ホトトギス導人。この年、山口清村の公園で触れられたことにより、聖師、阿波の聖保、高野筋由らと共に、ホトトギスの 4S、氏、s として知られるようになる。しかしこの頃、虚子は、修王氏と筋、ホトトギス1928年11月において、序情的な調べによって、 理想美を追求する周王氏の主観者性と、高野素十の純逆観者性の表現等を並べ校舎を、より強化すると宣言していた。さらに1931年、この論を補強する中田水穂と浜口今夜との、マハギでの対談記事が、ホトトギス3月号に転載されたことで周王氏は、態度を硬下させ、足火に、その反論として、自然の間と文芸上のシーンを掲載。 すじの句、引いては巨子の客観者性論を自然魔法主義として批判しつつ主観性を商用し論文発表と同時にホトトギスを離脱した。ホトトギスがほぼそのまま廃談を意味した当時の俳句会の中、周王氏の主張は客観者性に飽き足らない後進の廃人たちの共感を呼んだ。1935年には 4S の山口誠子や橋本隆子が ホトトギスを離れて、足火に加わり、やがて、足火内外で、反居士、反、ホトトギスを旗印とした、信仰俳句運動の流れが起こった。1955年、異業を退き俳句に専念した。1962年、俳人協会会長に就任する。1964年、日本芸術院賞受賞。1966年、 日本芸術院会員。1967年、君三道随法賞を受賞した。1978年11月18日には、昭和大学創立50年記念式典で、特別功労者として表彰され、式典の記念品の一つに、昭和大学50年を読んだ、周応子の句、ススキや二学者なりぬあ50年の色紙が配られた。この句の句碑は、 大学キャンパスの中庭に建てられている。1981年7月17日、急性心不全のため、杉並区西尾木南の自宅で死去した。88歳没。墓は、東京都豊島区の都営ソメイレー園にある。などの区がよく知られている。万葉集の研究家であった、久保田ウツボの下で学んだ経験から、古語を生かし、 万葉調と言われる叙情的な調べを作り出した。従来の俳句に似ず、印象派風とも言われる明るさを持つことも特徴で、それまであまり読まれなかった光原体の雑器や野草、野鳥などを読み込むことも試みられ、これらの傾向は足火の俳人たちを通じて、俳壇全体に広まっていった。また初期には連作俳句の試みも積極的に行っている。 うつぼや斎藤も基地の連作単価に影響を受けたもので、この連作俳句も進行俳句運動における特色の一つとして、廃談に広まった。中王子の連作は絵巻物を想定したもので、あらかじめ考えられた全体の構成に従って、連作を行い、設計図式と呼ばれる。他方に、山口聖子による映画理論にヒントを得た、モンター樹式の連作があり、追随して、 連作俳句を作る俳人たちの間で両者が議論された。またこのような連作俳句の中から無期俳句を作る流れが登場するが、周王氏自身は一貫して無期俳句を否定する立場を取り、進行俳句運動の求心的な立場からは距離を置いた。やがて連作俳句自体も一句の独立性を弱めると考えるようになり廃止することとなった。周王氏は、 中学時代には野球に熱中しており、晩年も西武ライオンズのファンとして熱心に野球観戦もしていた。ナイターの工房大概だけ蹴りなど、ナイター、夏の季語を読んだ句も多く残している。妻は国文学者吉田弥平の長女。弥平の次男が山の上ホテルの創業者吉田敏夫であり、次女が歴史哲学者の由良哲次に嫁いでいるため、 年シとテツは共に周王氏の議定にあたる。また、イギリス文学者のユラクンビは、哲次の長男であり、下神戸牧場代表の下神戸俊幸は、吉田敏夫の娘婿であるため、君びと、下神戸は共に周王氏の義理の甥いにあたる。長男の水原春夫は、聖マリアン内科大学名誉教授、周王氏の没後、足火発行人を経て1984年より、 主催を務めた。2012年より、その長女の徳田千鶴子が、足火主催を継承している。以上の句集のほか、追出、気候、鑑賞文などの著書が多数ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。